フォルムの刷新に合わせパッケージングも見直された新型プリウス。2022年11月16日に世界初公開された5代目の新型プリウス。はぁ、あ。先代モデルに比べグッとワイドローフォルムを強調したスポーティーなスタイルに生まれ変わりました。SNS 上などでは早速スタイリッシュだと評判を集める一方で、 室内は狭いのでは、との声も散見されますが、実際はどうなのでしょうか。フルモデルチェンジした新型プリウスは、コンセプトにハイブリッドリボン、ハイブリッドリボンを掲げ、初代以来25年4世代に、渡り積み重ねてきたハイブリッドカーとしての歴史を継承しながらも、一目ぼれするデザインと虜にする走り、 という価値をプラスし、新時代のプリウスとして生まれ変わったことをアピールします。中でも外観デザインは、これまでのプリウスらしさを、継承するモノフォルムのシルエットをさらに進化、ボディのキャラクターラインも最小限に抑え、シンプルな中に抑揚が際立つ造形としました。 また仙台プリウスに比べ全高を4 0ト、mm、ルダウンさせる一方で、全長は2 5ト、mm、ル延長。また車幅も2 0ト、mm、ル拡大させ、スポーツカーのように低くワイドなかっこよさを手に入れたのです。トヨタでは新型プリウスのスタイリングについて、感性に響くエモーションと普遍的な美しさを表現した、と説明します。 新型プリウスのデビュー早々、SNS 上では、エモい、かっこいいなどと3時の声が広がりました。一方で、屋根が低くなって前より狭くなったのかな。見た目重視乗り降りしやすさはどうなんだろう、といったように、発売前にもかかわらず、早くも上校生や、室内の広さについて疑問を持つ声も見られます。 トヨタでは新型プリウスの国内発売時期について、混沌、フェーブモデルは2023年春頃と発表しており、2022年12月上旬現在では、まだ多くの人が実際の新型プリウスに触れる機会もない状態にあります。従って SNS の声もそのほとんどが、写真などから受ける印象を述べているにすぎません。 果たして実際の新型プリウスの室内空間は、どのような仕上がりになっているのでしょうか。11月16日の世界初公開では、報道人向けに車両が公開されましたが、実際に前席や後席の座り心地などを、いち早く試した編集部員、身長約170センチメートル、は、 後席に座ってみた第一印象について次のように話します。普段は着座位置の高い SUV やミニバンに乗る機会が多く、かなり低いなと一瞬戸惑いましたが、座ってみると外から見るよりは意外と広く感じました。特に足元のスペースは十分で、一旦乗ってしまえば快適そうです。トヨタによれば、 スタイリッシュで低車高なフォルムに合わせ、パッケージング、室内レイアウトを全面的に見直したといいます。具体的には、全席、5席ともに、着座位置、ヒップポイント、要下げるともに、着座姿勢も変更したことで、頭上空間を確保すると同時に、前後席間の距離については8ミリメートル拡大させたとしています。 前室の編集部員は全席についても、フロントウィンドウの傾斜は感じたものの、インパネの形状が以前よりも圧迫感がないためか、低く座る姿勢と相まって違和感なく座れたとも話します。室内空間は乗る人の身長や体型にも左右される部分なため一概には言えませんが、 見た目の印象だけで語るのはまだ早いともいえ、混沌と言われる新型プリウスの正式デビューが待ち遠しいところです。